皆さんこんにちは。講演してくださった皆様および、先ほどの熱のこもった、カメラおよびあとのモデレーターの皆様、本日は有意義な話を大変ありがとうございました。皆さんの話を伺って、まあ、私いくつか思い出したことと、あと、意識を、新たに感じた部分がございます。まず15年ぐらい前に人間力っていうキーワードが流行ったことがあります。まあ、これはやっぱり日本の大きな資源として、人材、まあ、そういう意味ではその人間力っていうものを、高めていかなければいけないっていう、まあ、そのような文脈の中で、人間力を高めるためにはどうしたらいいのかっていうような、まあ、そういうような議論がなされた時代がございました。でまさに今DX、まあ、デジタル時代の中での人間力というのが、今日の話を聞いてやっぱり問われているのかなというふうに感じます。で、まあ、人間力というのは、まあ、大きく、まあ、3つに分解できると言われています。まあ、一つは能力、まあ、これスキルって言い換えてもいいと思うんですが、そういったようなことと、あと知識、まあ、これは専門領域であったり、まあ、幅広い、関連領域で、さらにはですね、まあ、それを支えるような資質、まあ、かなりの性格的なものに依存する部分があるかと思いますが、まあ、一般的に例えば自転車に乗るっていう、まあ、そういう能力を得るっていうのは、まあ、一回子供の時に身につけたらしばらく乗ってなくても大人になっても自転車には乗れることが多いっていう、まあ、一回身につけたら、なかなか失わない面もあれば、まあ、知識っていうのは、忘れていくっていう部分もあって、また絶えず新しいものを取り入れていかないといけないと。例えば自転車がなぜ倒れないかって、まあ、それは知識として材料効果であるとかなんだかんだっていうのをいくら頭の中で分かっても、それはやっぱりある種の訓練を積まないと自転車には乗れない。で何よりもこのそもそも、自転車に乗ったら、楽しいとか、自転車に乗ったら早く何どっかに行けるっていうような、そういうような、性格もしくはやる気に依存したような部分、まあ、これ3つが揃って、多分自転車を例にとると、DX 時代の人間力みたいなものも伸びていくのかなっていうふうに感じました。でその中で今までも各企業、選択と集中という名のもとにいろんなリソースシフトが行われてきたと思います。ノン IT から IT 分野、また IT からノン IT 分野、今までハードデバイスやってた方がシステムソフトウェアをやる、また今まで運用保守をやってた人がこれから設計開発をやっていかなきゃならないっていう、まあ、ある意味とても難しいようなリソースシフトっていうのを我々経験してきた方も多々あるかと思います。まあ、その時にやっぱり成功の要因というよりはボトルネックと言っていいと思うんですが、やはり既存領域に対する執着、まあ、これは誰もが持っている、まあ、自分の存在意義に関わる部分ですから、まあ、そこから移動するっていうのはとてもハードルが高いし、加えてパネルディスカッションの中にもあったように、チャレンジっていうのは、失敗するときのデメリットっていうのを考えると、当然そういった不安っていうのがよりるものだと思います。で、まあ、そういうのをどうやって払拭していくかっていうところに、まあ、尽きるではないかと感じたのが先ほどの、パネルディスカッションの一つの結論だろうと思います。で、まあ、どうやればいいかっていうのはよくはわからないんですが、およびあまり精神論みたいなことを申し上げるのも、必ずしも全てがうまくいくとは思いませんが、やはり挑戦を尊重するような、風土文化施策っていうのを、整えていかないといけないだろうと。それは、まあ、自発的に挑戦する、また失敗してももう一度挑戦するような枠組みであったり、それは必ずこのパターンでやってくださいっていうような一つのパターンではなくって、ある種その資質、に応じた、またその企業に応じたようなパターンを一つ用意しておくということが重要ではないかと思います。で、最も重要なことは何だろうって考えたときに、この昔の教育学者の言葉でウィリアム・アーサー・ワードっていう方がですね、まあ、凡庸な指導者はまあただ話す、まあ、テルっていう動詞を使っているんですが、で、良い指導者はうまく説明する、まあ、エクスプレイン、優れた指導者は手本を見せる、まあ、デモンストレイトっていう、まあ、英語を使ってて、まあ、偉大な指導者は心に火をつける、まあ、インスパイアっていう英語を使ってるんですけど、
ここであの指導者っていうところを、まあ、経営者っていうふうに置き換えたら、まさにこの我々のこれから、迎える DX の時代の中で、最初からインスパイアはできないと思うんですが、今までテルだった人がエクスプレインできるようになる、またエクスプレインする人が、でも自ら示すっていうようなこう段階的に上がっていけるような、そういうような取り組みをですね、ぜひあの皆さんと共にですね、我々も考えていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。